ところでだ、吉原は江戸から何日くらい歩くのだ？そうではないぞ。吉原は江戸という巨大都市の中にあるのじゃ。ほれ、地図を見てみよ。わしらが今いるのがここ浅草、そして吉原はここじゃ。当世の地図はここまで精緻か。なかなかやるな、おじいさん。そう強くつつくでない。身よりも眺めておらんで吉原に向かわんか。いざ、まだ見ぬ吉原の地へ。ここが吉原か。待てセイバー、あまり勝手に動くんじゃ。やはりだ、見ろより、あのワコードも、あの老廃も、おお、あやつも、道行くおの子たちは皆様子がおかしいぞ。鼻の下を伸ばしたり、頬が緩んだり、もしや何かの妖術にかかっているのか。そうだな、そうとも言うし、そうでないとも言える。ん？自分の目で確かめることだ。さあ行くぞ。まずは助之進に。噂をすれば。おお、いたいた、今日もよろしく頼むぜ。にしても伊織さん、別品の連れとは珍しいこともあるね。セイバーだ。おお、君が同心というやつか。セイバー、妙な名だが、もしやあんたも腕が立つのかい。無論、イオリより強いぞ。へえ、そりゃ期待できそうだ。それじゃ早速と行きたいとこなんだが、俺ちょっと野暮用があってね。詳しくはそこの旦那に聞いてくんな。貴殿が依頼主かな。おう、あんた腕利きなんだってな。近頃銭をたかる連中がいて迷惑してるのさ。どうにかしてほしくってね。やつらいつも帰り道を張ってやがるんだ。道中の用心棒を頼むぜ。つまり切ればいいのだな。セイバー、ダメだ、殺すな。ん？ここでの殺しはご法度だ。この程度なら叩き伏せるだけでいい。そもそもいたずらな殺生は人の道に反する。セイバー。わけがわからない。
二人で追っ手を散々切ったじゃないか。え？なんだって？ああ、物の例えだ。物騒なことを人前で話すな。それにあれはやむにやまれぬ沙汰だ。話は別は？ああ、だがなるべく殺すな。もう乱世じゃないんだ。わかったわかった。まったく面倒なことだ。任せるがいい。あれは、なんだ？ヨリ、こっちだ！ヨリ、手を振られているぞ。振り返した方が良いのではないか？あれは仕事で手を振っている。気もないのに振り返しては仕事の邪魔だ。そういうものか。難しいのだな。おい、どこ行くんだ？てめえ、さんざっぱら待たせやがって。金は持ってんだろうな。白昼堂々ゆすりたかりか。ああ、なんだてめえ。俺は忙しいんだ。邪魔するなら容赦しねえぞ。セイバー、仕事の時間だ。殺すなよ。いや、そうだな。決める。この野郎、人雇う金があんならとっとと貸したから返せってんだ。今日のところは見逃すが、覚えとけ。貴殿、連中に金を借りていたのか。ならば道理はあちらに。ささいなら。なぜあやつは走って行ったのだ？助の神明、裏を取らなかったな。後ろ暗いのは依頼主の方だったということだ。これはいささか揉めそうだ。ああ、こりゃまた派手にやってくれたな。また逃げられてしまいんしたか。踏み倒されてあげたい。戻って避難せんな。泣かんでくれ山吹さん。まさか用心棒を雇いやがるとは。貴殿らは。俺は札差しで、こっちは遊女の山吹さんで、あいつには金を返してもらうはずだったのよ。私は知らぬぞ。よく確かめぬイオリが悪い。すまんが銭はない。貸せるものも剣の腕くらいのもの。よし、
一つうちの仕事を手伝いな。それでこの件は手打ちにしてやら。山吹さん、ひとまずあんたの分は俺が立て替えといてやるからよ。本にありがとうござりんした。夜の支度があるんで失礼させていただきんす。俺は何をすればいい？取り立てさ。うちから金を借りてる連中を回ってきっちり取り立ててくれりゃいい。腹っぽいやつ、口が回るやつ、なんとも厄介なやつらばっかりさ。当然切り殺しちまうのはなしで頼む。その上でどうだい、やるかい？背に腹は変えられんな。そうとも。じゃこれが貸し付けたやつらの一覧だ。きっちり集めて耳を揃えて収めてくれよ。うまくいったら礼もしてやるさ。まったく、とんだ災難だ。解く型をつけろよ。あれは。なあ、誰だお前。なんか用か？貴殿、大金を借りたままだろう。速やかに返すがいい。借金だ？いや、知らねえな。何のことだ？すごい。なんと嘘が下手なのだろう。すごいな。うるせえな。知らねえっつってんだろ。ごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。おい、集まれ！こいつら叩きのめすぞ！峰打ちで済ませる。殺すなよ、セイバー。終わりだ！水の型で行く。何をしようが金はねえ。とっておきの場所に隠したからな。見つけるどころかたどり着けやしねえさ。面倒な。はしごも外したしな。誰も登れや。もっと何でもねえ。うかつだぞ、貴殿。手がかりを漏らすとは。奴の口ぶりでは高所のようだ。はしごを探すか。案ずるな。はしごなどいらぬいらぬ。バビューンだ。何かするのか。目立たん場所を探すぞ。悲しいな。よしよしよし。
これは聞いたか、この仏さん。ああ、行き倒れだってな。まったく哀れなこった。かような亡骸、江戸では珍しいのか。いや、のたれ死になどはそう珍しくない。とはいえ見慣れるものではないさ。そういうものか、うん、思えばかつての世も似たようなものだったかな。そうか、行くぞ。いつまでもここに留まってはいられぬ。おい、あそこはどうだ。人気はないな。悪くなさそうだ。任せよ。思ったより力技だったな。何が不満だ、バビューンだぞ。さて、探し物は。ああ、あれか。あれは、あの屋敷ひときわ大きいな。三浦屋か、名だたる遊女を多く抱えると聞く。おい、より、少しだけあそこに立ち寄るのは。ダメだ。これで一つ回収だ。残るは二つか。とく済ませたいものだな。猫だな。あれは癒されるな。ほーら、怖くないぞ。はい、どちら様。貴殿が借りた金を取り立てに来た。戸を開けてもらおうか。ああ、なんだ、取り立てやかい。ひどい風邪をひいちまってね。あんたに移しちゃ悪いだろ。だからまた今度訪ねてくれねえか。金なら後でちゃんと返すからさ。うえっ。
空ごと信じると思うか。なんだい、信じてくれねえのかい。俺はこんなに辛いってのに。悲しいね。ともかく俺は今日は誰とも会わねえよ。日を改めてくれ。よりこの塔壊してもいいか。壊す前に確かめたのは偉いぞ。だがダメだ。頭の固い集め。ならば私が壁を抜けて中に入る。それでいろんなかろう。壁抜け？すぐに終わる。そこで見ていろ。いや待て待て、せめて人目につかないところで頼む。裏へ回ろう。ここでよかろう。指をくわえて待っていろ。消えた。さあ金を返してもらおうか。一体どこから。回収したぞ。ありがたく受け取るがいい。当世での我らの体は仮初めのものゆえ、このようにうつろの体に変わることができる。これを霊体と呼ぶ。どうだ、驚いたか。大したものだ。時折気配ごと姿が消えていたのはそういったわけか。まさか壁をすり抜けるとは。サーヴァント、つくづく人の理解を超える。何はともあれ回収だ。さあ次へ行くぞ。なんですか。ああ、貴殿が借りたままの金を。申し訳ございません。返せるのか返せんのか。申し訳ございません。申し訳ございません。おい、私に代われ。より君怯えられているぞ。そんな風に怖い顔をするからだ。顔が何だと言うんだ。いいか、まずは琴の葉でもって。なぜ逃げる。ああ、もう捕らえるぞ。してあそこへ向かうか。より、君はそこで見ているがいい。怪異の炎なぞ私がたちまち消してみせよう。構わないな。まあ瞬く間に片付けてみせよう。
出番だな。私に続け、より。なかなか手強そうな奴が出たな。私の敵ではないが。無駄だ。次から次へと。邪魔だ、より。私が型をつける。待っていろ。差もないな。なんだその沈黙は。言いたいことでもあるのか。いや、貴殿の戦いぶりに目を奪われた。無人の脳を行くがごとく、まるで対峙する相手などないも同然に。貴殿は己が都合のみで戦っている。目つけ、息遣い、足さばきに体さばき、そして技、それらの応酬がない。読み合わず、読み合わせず、ただ勝つのみ。己が技を押し付けるのみで勝つ。並ぶ者なき王者の剣。戦いとはそういうものでは。自覚さえないか。すごいな。あなたたち。貴殿、怪我は。あなたたち、もののけの仲間でしょ。お金は返します。命だけは。詰まったか。札差しのところへ戻るぞ。しかし吉原にも怪異が出るとは。義が土地を歪めているのだろうな。やれ。